福井運動公園陸上競技場は、福井県福井市の福井運動公園内にある陸上競技場。福井県が運営管理しており、福井県営陸上競技場とも呼ばれる。1967年開場。同年に昭和42年度全国高等学校総合体育大会が、翌年に第23回国体周期大会開会式、陸上競技会が開催された。 その後の第4回全国身体障害者スポーツ大会の会場にもなった。第73回国民体育大会の総合開閉式陸上競技にも使用された。座席はメインスタンドのみ。その他は石段席と分かれており、バックスタンド中央には聖火台がある。2017年9月9日天皇支配日本。 学生陸上競技対抗選手権大会の男子100メートル決勝で、桐生義秀が日本人選手として初めて10秒の壁を破る9秒98の公認日本記録を樹立した。2018年2月16日、福井県は競技場の愛称を9.98スタジアムにすると発表した。2019年8月17日、アスリートナイトゲームズ・イン・福井が開催。 追い風が吹きやすい競技場の特性から、男子走り幅跳びで、白山翔太郎が、男子110メートルハードルで、高山俊也が、それぞれ日本新記録を出して優勝したほか、女子100メートルハードルでも、寺田明日香が日本記録体を出すなど、好記録が次々と生まれた。ありがとうございます。